さあ前回は2部屋の住民が結婚しまして、一応給料がね上がりました。結婚した瞬間に上がったので家賃もねそれに合わせて上げていきまして、1号室フルッチ70万、2号室佐藤さん82万、3号室ね女性一人暮らし57万と結構払ってくれてます。まあ、この辺家賃23万あるんでね。あ、もうお子さん早いね前回結婚して、まだあんま1年も経ってないと思うんですけど、子供許可書いよいよ。狭くないですかそもそも。その部屋が狭いと思うけど、今掃除機弁、ね、研究中で。OK、じゃあ子供の許可出してから、ベビーベッドね。いや、このゲームはね、大家さんが積極的にね、関わっていくんでね、結婚の口添えもするし、子供の許可も出すし、ベビーベッドも置いてあげるしね、もう何から何までやってあげてます。まあ、その代わりに高い家賃を払わしていると。19万ですよ1階、特に高層マンションでもない1階、これ平屋なのかな、上はないですからね。そこにもう多いところだと20万以上払ってると。でなんか仕事は一緒にいてたんですけど、どうなんだろうね、主婦らしいんですよね、二つとも。転職もできないんで、主婦としてね、この家に行ってもらうんですけど、こうやってこう家具使ってもらうことで、この研究ポイント、これを生み出してもらえるんで、非常にね、役立ちます。実験動物のような感じですけど、お金はもう無限に手に入るんで。あ、いいね、いいね。あ、これが溜まったらってことかな。で、ここで家具使ってもらって、家具のレベルを上げて、家賃を上げると。まあ、このね、佐藤太郎さん、あと、冬内ね。彼らがこうね、家具使うことで、まあ、レベルみたいなの上がっていくんで、そこでまた給料も伸びると。で、この家具の質を奥さんたちがね、使ってあげることで、さらにこいつらのパラメータが上がりやすくなると。これはもうシナジーですね。マイナスだね。あれか、家賃払ってないのか、まだ。先に管理費が、ね、払わないといけないんだね。なるほど。後から徴収システムか。じゃあ税金と一緒だ。もう正直言ったこれ、佐藤家。あ、いるんだね。ちょっと見てみるか。洗濯。あ、これ一人暮らしの人ですね、真中さん。得意なもののおかげで転職の、ジャーナリスト。ジャーナリストか。高いのかな、給料は、ジャーナリスト。今のジャーナリストはね、YouTuber の印象しかないですけどね。何のパラメーターがいるんだろう、ちなみに。やってみる。この人、バスガイドなんですよね。とはいえね。バスガイドからジャーナリストに転職と。案外安い、あ、0% か。何がいるんだろうな。足りないもの見てみるか。まあ、確かに、確かに何も足りないというか、これでは無理ですね。こいつらならいけんじゃん。でも頭脳がな、25しかないからね。バリバリ前線系ジャーナリスト。足で稼ぎますっていうのはいけるけど、フルッチやってみるか。これでも、25万もらってるんで、21万と下がっちゃうんですけど。ね、下がっ、あれ45%いける。下がっちゃうけどいけるね。そう、パティシエが44万もらえるんで、ちょっと狙いたいなって思うんだけど、モテモテと頭脳かな。なんだろうね。モテモテでしょ、パティシエって言ったら。その辺でいけると思うんだけど。お子さんよ、待ってて待ってて。うちでダメよ、シングルラインですから、平行システムじゃないですからね。物事は一個ずつ進みます。なんか、ないかな、こういう和風の布団。ベッドなんだよね。まあ、和室にベッドっていうのがね、受け付けないんで。どうしたもんかな、あ、みんな出かけたね。お出かけ、仕事。ちょっと待って。
はい、2号室ね、子供の受け入れ体制が整いましたよと。相談かな、子供と同居できるようになりましたと。なかったらじゃあ別居なんだね。ベビーベッド行きましょう。さあ、ここ、あ、もう出ないか。今、奥さんだけ仕事に行ってましたけど。これほら、奥さん主婦なんですけどね。まあ、買い物が仕事なのかな、主婦からするとね。そういうことでしょうね。すべてを仕事にカウントしないといけないかな。すげえ料理してるこいつ。ずっと料理してるね。さあ、2万使ったと出ました。基本的にみんな出たら2万使うんでね。お出かけ行くときは予算が2万円って決まってるんでしょうね。で、新しく恋人候補見つかって3人いるのかね、今ね、候補が。清瀬さん。フレンドリーなんでね、このモテモテ以上に性格が効いてんのかもしれないね。あ、違った、2人目だったわ。あんまいないんだね。今説明見てもね、今更遅いですけど。さあ、相談があるんじゃないのかな？ないようですね。まあ、子供がっていうのに言ってたから、子供も相談で来るんじゃないかな。立ち会い人としてね。まあ、あれがたまんないと多分ダメなんだろうな。一応維持費は20万らしいですね。20万だと、まあ、古地家の家賃とほぼ変わんないんで、まあ、全然。まあ、この2部屋分はもう、粗利益というか、になってくるよと。いや、にしてもね、この大黒柱2人が、まあ、会社員でも何でもいいんですけど、レベルが上がるようにしないといけないんで、家具を考えないとね。てか、家具ちょっとあれか、効果付与するか。こんだけお金あるんで、パンプキンさんの方でね、家具の価値高めるっていうのもあるんですけど、頭脳のアイテムを、これをなんか家具に使ってみれば、もう、もともと頭脳系のやつがあればいいんですけど、お前じゃない、お前じゃないよ。いちゃつかないで。頭脳系一個もないんだよな、この家。これ一回使ってみる。鉛筆。頭脳アップ。あー、変わんないね。変わんないね。そりゃそうか。多分もともと頭脳のやつにあれば上がるか、まあ、家具にはそもそも効かないかの二択だね。頭脳といえばテレビです。アナログ TV、 ほら頭脳が半分くらいありますね。これくらいかな。あ、本棚でもいいか。快適さでも上げたいですけどね、少しでも。同じか。あ、こっち家賃で、こっちが快適さか。なるほどね。ペイしよう。まあ今だとね、テレビより漫画の方がね、主流だと思うんでね。まあこっちの方がいいでしょうと。さあ、コミックです。家賃も上がってと。さあ、あれでいいよ、行っていいよ。ほら、漫画あるよ。で、20万払うと。ね、この置かれた本棚に1万払ってます。ちなみに許可証を出すのかな、また。あ、ペット許可証あるじゃん。いつの間に。やっとこうか。研究ポイントが足りないですね。ペットか、何があるんだろう、ペットはね。まあ、人は使ってくれるんで進化ってのあるけど、ペットの場合はペット用の何かで専門部屋とかなのかな。さあ、久々に仕事に行ったね。さあ、秋の平日昼間はフルッチは部屋にいますと。働いてるんでしょうか、本当にね。ちょっと家賃行ってみましょう。最高が前何万だったか分かんないんだよな。まあ、13位だったんですけど、挑んでみようと。家賃ランキングちょっと上げる？今から上げても間に合うんでね。
まあ、今23万です、ここは。で、ここの住人の月収が15万なんで、まあ、財産はこんだけあるんでね。ね。どう？減ってるかな？減ってなければね、増やせるんだけど。本来お出かけで2万使ってるところを見るに、23万足す、1回お出かけを消すごとにやれば、手元にお金残らないはずですよね。サウンド意識の高まりで職業。冒険家。いいじゃない。冒険家いいじゃない。転職候補じゃない？冒険家。アイテムがね、なかなかね、一発でいけない時もありますけど。冒険家27万。行ってみようか。冬内さん。冒険家企業に属すんだね。スポンサーとかじゃないんだ。いや、ここはもう行こう、どんどん。じゃんじゃん行こう。ちょっと厳しいかな。もうちょい、多分運動高まればいけるから、50% 超えてきたら再チャレンジしよう。自分から転職はしないんだもんね。あのランキングの時だけ家賃上げたろっかな。お、結婚ね。まあまあ、まだ待て、まだ待て。全然溜まってなかったんで、ハートね。ハート2、1.5、2は必要ですね。あんまり使えるポイントもないし。さあ、ランキングの時向けに1個置いて、ランキング終わったら外すっていう、不正する？あると思うぜ、そういう不正は。今、家賃、ね。あの、そっか、いくらもらえるかによるか。それ、例えば上げて200万とかもらえるんであれば、家賃に家具を置くお金、50万とかじゃかかってますからね。まあ、6万安いのもあるけど。24万で、これ3万、4万上げて、で、20万と4万、まあ、28万。それ以上もらえればいいと。どうかな。今不在だしさ。今結果出るんならちょっと、ね、不正に家賃上げて、できますけど。まあ、実際なんか家賃ランキングがあって、そこでね、受賞されてお金もらえるってなれば、不動産会社は1個だけ家賃めっちゃ高いラインナップ作るだろうね。なんかね、厳格な基準があれば別だろうけど、家賃がシンプルに高ければいいっていうので、お金がもらえるんならやり放題ですよね。なんかね、12ヶ月平均でとかね、2年平均でとかならあれですけど、1回限りでいいんであればもうどんどんやれます。40万にしちゃろうかな。多分あれでしょ、冬の休日の割りの時に出るんじゃないの。あ、今か。いや、出ないな。あれ、冬の終わりって、あの、家賃のね、総合出るときなんで。そんな遅かったっけ。さあ、今年のランキング。冬の休日の12時ね。オッケーオッケー。家賃23万。前回は13位かな。今回、まあ、一桁台いけるでしょう。メゾンフルチ。家賃23万で挑戦です。2位。2位。この地区すごい。タワマンとかないんでしょうね。まあまあ23万高いと思うけどね。これで23万高いと思うんですけど。この地区にそんなにないんだね、物件が。じゃあ4万上げたら1位だったんじゃないかな。あんまもらえるものは大したことなかったんで、まあ底上げする必要はないですけど。まあ快適さランキングならそこは勝ちありそうだね。